ばんは。ああ落ちた。こんばんは。ジュルクさんおめでとう、ありがとうございます。ラウリさんありがとうございます。ほんまや、こんばん。テロップ間違えた、テロップ間違えた。こんばんわはあ、こんばん。安部さんお疲れ、ありがとう。台風やばいよね。広島明日とか来るらしい、なんかみんな言ってた。お誕生日おめでとう姫野ちゃん、ありがとう。皆様ありがとうございます。独り言さんアイスありがとう。ネックレス大人っぽい、ネックレスもうつけてないわ。つけてないわ。あれ、キャベロニにいっぱい噛まれて遊ばれたから外したんや。そう、ごめんね。もうつけてないわ。せっかく褒められたのに。ゆういちろうさんハートありがとうございます。50カウント完了、ありがとう。今日はねバイバイなところに行ってきました、カフェ。そう、見ていただけましたか。メールで送ったんですけどね、バイバイなカフェ、なんかシフォンケーキみたいな。あれを食べに行きました。パパパパパ、ルーム長ベレー帽のおじさん DD アイスありがとう。ジュルクさんおめでとう、数学大好きシュン、ありがとうございます。ありがちょんまげ。ダイナソーコスモスありがとう。広島超警戒ほどではない。あ、そうなんや。バイバイケーキ見たよ、見た、映えてたでしょ、映えてた。ベッドみたいなカフェではないんですよ、あれは。な、似てたけどね。また違うとこに行ってきました。ゆういちろうさん、りんたろうさんハートありがとう。明日お話、そうだよ、明日初めての、初めてのオンラインお話し会です。アリサさあ、めっちゃ遅かったよね、なんか時間全然んさあ、こんにゃんは欅坂と日向坂の映画を見てきて、いいねいいねいいな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 。明日は家からじゃない。そうで、オンラインお話し会言うとるけど全然家からじゃない。いいんですよ、そう、面白い、びっくり。みんなおしありさ3時からです。3時から、え、2時、え、嘘、15時、え、今日きょんこさんの誕生日、マジマジで、マジかマジか。え、明日みんな明日15時だよ。みんな15時だよ、間違えないでね。15時って言ったら何部なんやろね、これは。いいよ、分からんけど何部なんだ。みんな明日15時だよ。スタバからスタバから、いや、それはアリサが嫉妬する案件ですね。スタバからお送りされたらもう行きたくならんわけがないって感じやな。6部明日みんな遅いよね、ソラハとかめっちゃ早い時間らしいのに、マリナとか。6部3時からだよね、よかった。明日は15時から3時からです。
6部2時じゃあ7部まあ何部かはちょっとよく分からんけど、そうアプリみたいに順番書いたら、そうなんすげえすげえ、どういうこっちゃねんどういうこっちゃねん。明日13時、15時3時からですね。見直しありさ、皆さんよろしくお願いします。初めてのオンラインお話し会おしゃべり会の下見に沖縄行こうって、飛行機飛ばいやば悲しい。家からじゃないの、家じゃないですね明日。お家からではございません。ドゥルルドゥルル、台風が心配。確かに大丈夫かあいな。なんかいいね今日、なんかツヤツヤツヤ今日なんかツヤツヤ、いいねいいねいいね。あ、ご本人さんは確認中リハーサル、リハーサルか、みんなのリハーサルあるんや、またリハーサル頑張ってください皆さん。さすらに旅人マーク、ハート凛太郎さん小判ありがとうございます。画面に免許証とか見せ、ああなるほどね、本人確認みたいなやつ。みんなのリハーサルか、頑張ってください。フォローしました、ありがとう、ありがとうございます。お本番は13時、あじゃない15時からです。本番は3時から、よろしくみんな、よろしく。今日はねまつげをねめちゃめちゃにねすごいことになってるんよ、まつげがね。何マスカラ新しいの欲しいなーと思ってね、今日お出かけしたところでね、いろいろ試したんよ、いろんな種類のやつを。そう、韓国コスメのねペリペラっていうインクみたいなね、そうパッケージの可愛いやつとか、もうなんかいろいろ、もういろんな種類をね塗ったんよまつげに。だからすっごかった、もう虫のさ足みたいなパリパリまつげ、バサバサ4種類ぐらいなんかつけた気がするやば4種類ぐらいつけたから、もうまつげバサーって感じになって、4種の組み合わせ、そう4種の組み合わせまつげいいね、美味しそうな名前、なんか4種の組み合わせまつげちゃんです。こんばんは、こんばんは。トゥルル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 、あれちゃん推しですありがとうございます、嬉しい嬉しい、よきよきさん、よき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 さんありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。眉毛サロン全然行ってない最近、やばいよね、やばいやばいなぁとは思っとるぬりぬり。東京から応援しています、嬉しい、ありがとうございます。砂公園さん、何だこや、なんて読むやろ、公園さんありがとうございます。東京からこれからも関東よろしくお願いします。関東民、関東民民民
ポニーテール、ポニーテール、ポニーテールです。ポニーテール、ポニーテール、ポニーテール。メイク上手じゃないよ、アリサ。もうね。そう、なんかね、またね、顔が白いって言われた。そう、またね、アリサは普通やと、普通なのに、自分では。そう、自分では普通なんですよ。そう、顔がね、土色やからね。そう、顔が土色だから、それを白くせんといけんと思ってね。そう、自分で白くしたらね、白すぎーってからね、また言われたんですよね。そう、だからね、もう使うものを変えようかなと思ってね、今めっちゃ考えてる。そう、めっちゃ買う。そしたら欲しいものがいっぱいありすぎてね、どうしようかと思ってる。ゆういちろうさん、ハートありがとう。底辺だよね。そう、顔真っ白すぎーって言われてから、そう。だからもう使うものを変えよう、使う何メイク道具を一から変えようと思うんやけどさ、それで欲しいやつをいっぱい調べたんですよ。ツヤ肌になれるやつ。そしたら欲しいのいっぱいすぎて困ってるです。今困ってる。お年玉じゃない、間違えた。お誕生日プレゼントでね、ばあちゃんたちからもらったお小遣いとお年玉がちょっと残っとるやつ合わせて自分で買おうかな。今年中にね、11月12月で、あと3ヶ月で今年は終わるんですよ。早いよね、そう考えたら。早いね。そう、あと3ヶ月しかね、言うて今年はないから、あ、4ヶ月か、まだ9月始まったばっかや。9、10、11、12、4ヶ月か。4ヶ月の間にそう揃えたら、まあまた お正月が来るから、またお正月でこうね、もらえるから、それをまた貯めとけばいいから大丈夫。早いよね、びっくり。もう今年もう今年はあと4ヶ月ぐらいですよ。お上品なレオくん。こんにちは。しゅんちゃん、お誕生日おめでとう。ありがとう。しゅんちゃん、ありがとうございます。大人に近づいてきた。ほんと？嬉しい。どこら辺が。どこら辺が大人？嬉しいな。え、今日の髪の毛ボッサボサよ、もう。もうね、こことかはもうくる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 しとったけど、もう何にもなくなったから、とりあえずオイルをつけとけってなってオイルをつけました。オイルをつけたらなんとかなる、なんでもなんとかなる。これしか出てないのがおかしい。もう一個出そうかな。あ、出しすぎた。あ、出しすぎた。うん、もうどうなってんねん、もう。オーマイガー、いいのがないわ。いい髪の毛、あ、これ、あ、これいいじゃん。そう、いい髪の毛がない。え、顔がちょっと、え、なんかよう言われるよ最近。けどさ、ほんまかいなって感じ。ほんまかいなって感じないけど。いいよ、まだもらえるが。お年玉はね、もちろんお年玉がないと生きていけません、私は。お年玉大事、大切。オイルをつけたら、そう、こちらエチュードハウス。全然読めない、もう。何もう文字さえも見えない。うっすら書いてあるけど、あ、もう全然わからんけど、これ。そう、これユーチューバーやったらもう失格。このオイルをとりあえずこうね、つけて。
つけすぎたか絶対つけすぎたよね。まあいいんだよ、こうやってね、そう、こうオイルをこのね髪の毛につけといたらまあなんとかなるんですよ。パサパサついとらんかったらね、なんとかなるんやね。よし、うん、ふくちゃんオイルで、あ、つけて。めっちゃおでこ出してた、あれでしょ、ビスさん。ビスさん見たよ、終わりさん、あのふくちゃんと歌コン終わりにね、あの、あ、とあるお仕事をしたんですけどね、なんかもう変な方向向いとるけど、もういいやなんだよそう、とあるお仕事したんやけど、その時にあのスタッフさんがねビスをね買いに行っとってからね、そう見せてもらった、ビス。あ、そろそろタンプレ送られたね。お、待ってるよイエローキャップさん。シュッとしたと思う、ほんと？マジで？うれしい。でもね、そうやったらね調子乗ったからね、またねダメになるけねダメなんよね。でもね、もうやばいよ、最近やばいよ、アリサは。そう、もう9月やばい、9月の食生活やばい9月の食生活でね、野菜を食べたね心当たりはね、あのお弁当に入っとったかぼちゃぐらいしかも心当たりがないよね。9月に入って野菜何食べましたか、はいって聞かれたら、そう、かぼちゃぐらいしか思い浮かばんってぐらいね、野菜全然食べてない、やばーいしかもかぼちゃって野菜というか、もう太る野菜よな。じゃがいもとかと一緒でさ、なんか太る野菜じゃない、だからやばいよね、普通にやばい。え、みんな野菜食べてる、毎日野菜食べてる人、はーいおる、毎日野菜食べてる人いる、めちゃくちゃそう、9月1日は歌コンで、でも歌コン、お弁当食べたー、歌コンの時はもうあのね、シューマイ弁当が出たんですよ。あの崎陽軒かいの有名なやつあるやん、シューマイ弁当。そう、あれが出たからもう食べるしかなくてねそう、食べるしかなくてシューマイ弁当、シューマイ食べました。そうで、9月1日、朝は食べてないと思う。朝はうん、新幹線とか乗ってたから食べてなくて、あ、タピオカ飲んでたもう終わってる終わってるだわね、アリサ。9月1日新幹線移動の時にタピオカ飲んだ、朝ごはんミスドのタピオカ飲みながら行った、これ朝ごはんって言ってからあ、もう終わってるわ、終わってる。タピオカ飲んでシューマイ弁当を昼に食べて、夜はハッピーバースデーイエーイって感じだったから、9月1日、9月2日に変わるね、変わり目だったから、そう、マリナとオルナミンCで乾杯してオムライス食べてたもう終わってるわ、ダメだね。9月1日ははい、バイバイ終了で、9月2日は朝は忘れた、9月2日朝は忘れたけど、お昼はね、なんとね、なんとですよ聞いてもらっていいですか、あの9月2日のイベント、リリースイベントの時、なんでか分からんのやですけど、なんかね、アリサの誕生日やけからな、いつもよりもお弁当が豪華で、なんと和光のね和光のヒレカツが来たんですよ。あー、びっくりそう和光のヒレカツ知ってる？あの和光って知ってますか？もう和光って全国にあるよね。あ、東京で食べたから全国にあるか。そう、もうめっちゃ美味しいよ、和光大好き人間私
そう、和光大好き人間もとんかつ棒も美味しいのはもちろんなんですけど、キャベツがめっちゃ美味しいよね。キャベツのかけるドレッシングがめっちゃ美味しくて、キャベツバクバク食べれるんよ。そう、それで味噌汁とかもね、おかわり自由でからね、本当に神っとるんよ和光っていうのは。そうのヒレカツ弁当みたいなのが来て、もうそれは食べるしかないよね私のお誕生日の日のお弁当和光ですよ、やば、イエーイ絶対アリサのために選んでくれたやろ、びっくり。ゆずのやつ、そう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 、ゆずのやつだけど、和光のとんかつを食べたらね、お腹いっぱいになってね、美味しいキャベツは食べんかった何してんねんって感じやね。そう、申し訳ございません。あ、プリンも食べた、プリンも食べたよ、もちろん。尾道プリン、よう知っとるな。そう、尾道プリンも食べた。キャベツはね、あったけどね、美味しいよ、好きなんですけど、でもとんかつでね、お腹いっぱいになったからキャベツ食べなかったよ申し訳ない。で、プリンも食べたでしょ。で、その日はケーキも持って帰って、その日はでもケーキ食べてないけど、次の日に食べたね、9月3日、9月3日にケーキ食べましたね、朝で。お弁当も、お昼お弁当は、あ、お弁当はその日食べてない9月3日お弁当食べてないよ。そう、和食のね、なんか和食な感じやったけんね、食べてなくてからね、お昼も夜も2個出たけど、その日は。でも差し入れでね、なんて言うんだっけあれ、四方なんだっけ、ちょ、教えた。差し入れがね、あったんですよ。なんかふわふわのね、シフォンケーキかな、それこそシフォンケーキやったっけな、ちょっと何ていう名前やったか忘れたけど、ふわふわのねやつが出てたんですよ。そう、それをね食べた。でね、一人一個やったんや、絶対一人一個やったんやけど、帰る時にね全然残ってたからね、2個目取っちゃっただから9月3日差し入れ2個食べたから、もうアウトあ、そう、お弁当食べてないよ。でもその代わりお弁当食べてないけど、そう、帰る時にまだ残ってたから、2個目取って2個目食べちゃいましたプリンはアリサの誕生日の日、アリサの誕生日の日だよ。そうで、よ、9月よ、昨日は昨日はレッスンか、昨日でもね、昨日忘れた昨日忘れました。でも誕生日ケーキがね、まあみんなで家族、まあアリサは一人ぼっちじゃないからね、のお家が、そう、家族だね、まあ分け合いっこすればいいんですけどね。そう、ケーキが2つあるんですよ、もう今もね。でも昨日のお誕生日のね、ケーキ食べてないから、まだタルト、フルーツのタルトケーキはママが買ってくれたケーキね、スタッフさんが買ってくれたケーキはもう食べました。はい、ごちそうさまでしたスタッフさん買ってくれたケーキはもう全部食べました。一人じゃないよ一人で食べてないよ。そう、一人じゃない、みんなで分けて食べましたけど、ママが買ってくれたケーキがまだあるから、それはあるから、もうやばい。生誕祭までに痩せようと思ったのに、もう生誕祭までにねえお祝いの、峰内アリサをお祝いしてくれる食べ物たちがいっぱい現れて痩せる気ねえやろって感じの食生活、やばいねそう、9月に入って野菜を食べたのはかぼちゃだけ、かぼちゃですやばー。そう、生誕祭までに痩せようと思ってたのに、ピン、夜な夜なワンホールケーキだいやワンホールはさすがにやばいやな、あれはほんまにやばい。ワンホールでもさ、
別にあのデブあのデブラン体質でから、何ワンホール食べても全別になんともないですよみたいな体質だったらよ、アリスはもう今のアリスが耐えたらもう全部吸収してからもうブッコーンって太るけど、全然太らんような体質で生まれてきとったらもう余裕よ、あんなワンホールケーキとかもう余裕のよっちゃいか、4分の1余裕やない、4分の1食べるの余裕だからさ、でも絶対ワンホールとか余裕よもうこうやって目つぶってから食べよったらもう全部なくなっとるよ、いつの間にか絶対に甘いのより辛いのが好き、なるほどね、まあ確かに何飽きるかもしれんけど、飽きるは飽きるかもしれんけど、4分の1ずつさ、なんか一人で食べるならよ、ケーキをワンホールね、だったらあの4分の1ずつ味が違うやつにしてほしいね、ショートケーキ、いちごのショートケーキ、チョコケーキ、チーズケーキ、フルーツタルトみたいな、そう4分の1ずつこう違うのがギューンって合わさったワンホールケーキやったらもう余裕じゃない、ね、余裕よね余裕よ、そんなもんワンホール配信やりませんぶっ殺されるそんなことやりよったらもうダッションなーって感じ、呼び出しですシュークリーム6個シュあでもシュークリーム確かにね、シュークリーム確かにアリサもシュークリームは無理かもしれんね、チーズケーキ美味しいよな、チーズケーキ、フルーツケーキ全部いいね、フルーツだったらフレッシュ、なんか甘ったるくないじゃん、フルーツでこうねさっぱりって感じになるからいいよね、うんうん、今日もシフォンケーキ食べたしな、やばいな、やばい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 、ワンホール配信しだしたら卒業しなそこまでそんなに心配されるか、やめとこうねアリサが大食い企画始めたらもう やばいよ、これはあやばいな、あもうダメだなと思ってくださいそうでも大食い企画とかや羨ましいよね、そう大食い企画やったのにさ全然太らん人とかもうどうなってんのって感じよね毎日ケーキでも毎日ケーキ食べよりも毎日ケーキというか毎日その太るものを食べよる、ケーキとアイス食べたわ昨日、マリナとレッスン終わりにアイス食べたな、やばいね、うん、ロールケーキ、ロールケーキ最高、大食い企画始そうやね、覚悟決めてください、チキンナゲット、大食いチキンナゲット100個食べれるかみたいなやりよったらもうやばいやばいねアイスは仕方ないだよね、コンビニのスイーツとマックのポテトはでもマック全然行ってない、マックさ新しいの出てたよね、月見バーガー、あれトレンド入りしとったくない、そうあれそんな美味しいんかな、マックの月見バーガー気になる、なんといってもアリサの誕生日に発売したからアリサちゃんお誕生日おめでとうって言わんばかりに9月2日発売やからさ勘違いやろう、そう勘違いやろうすぎるねマックの月見バーガートレンド入りしようたよな、そんな美味しいんかと思ってうん新作出たら何食べたか分かる分かる分かる、スタバもね、スタバも飲んじゃったスタバ飲んじゃったスタバいつ飲んだ、やばいね、スタバ昨日飲んだわやばい、もう毎日デブ活、毎日デブ活だ、反省中スタバの、ね、栗のやつもう飲んじゃいました、あれ美味しかったです、でもすごいね、
なんだ、なんか前って栗だったんかな、前は芋だったんかな、去年は芋けんぴだったんかな。そうだから、栗なんか珍しい気がした。栗美味しかったですよ、スタバ。栗美味しかったです。大人な感じやった。なんかすごい 甘ったるい感じじゃなくて、そう大人な、ちょっと苦いやつもあって、でも上には何、チョコチップみたいなやつが乗ってるから、うん、美味しかったです。芋けんぴね、芋だったよね。チョコレートマロンフラペチーノ、そうそれです。あ、なあ、そうだ、コウコちゃんがあれだ、スタバのさ、何使えるやつを LINE で送ってくれたんですよ。 LINE プレゼントみたいな、 LINE でさ送れるやつあるじゃないですか、お誕生日プレゼントギフト、 LINE ギフトなんて言うんですかねあれ。そう、 LINE でスタバで使えるね、券をねくれたんですよ。だからもうそれを使うしかなくてね。あるよね、そう、 LINE でピヨヨーンってお誕生日の日にね、おめでとうって送ってくれたからさ、もうそれを使うしかなくてね、そう、栗に使っちゃったよね。LINE ギフト、それそれそれ、カロリーのお化けやばい。もうでもね、舞ちゃんからね、ミスドのやつも来た、舞ちゃんからミスドのね券をもらったからね、だからもう一回ねタピオカを買わなきゃいけないんですよ。これは使命感。そう、舞ちゃんからそう、ミスドのやつをいただいたのでね、 それを使ってもう一回タピオカを買うんです。みんな太らせ、え、そうだよ、みんなほんまに、なんて来たっけな、コウコちゃんから、これ飲んでてブリなみたいな。ひどい、ひどくない、そう、何やったっけな、ちょっと待ってね、もうほんまにね、恐怖で怯えたよね。でも使ったよね、普通に。そう、これこれ、見てください、じゃじゃん、こんなに大きくなってこれ飲んでデブレー。悲しい、怖い怖い、恐怖で震えたけど普通に使ったよね。これ飲んでデブレー言われた、悲しい。ピエンピエンピエン、代わりに人であげよう、どうぞどうぞどうぞ。どうぞどうぞ、ドリンクチケット、そうそう、ドリンクチケットもらった、幸せ丸。クリちゃん、花束ありがとうございます。なんか本当に本当にね、覚悟を決めますね。ママからもらったフルーツタルトの昨日の16歳の誕生日ケーキを食べ終えたら、食べ終えた瞬間からもうダイエットですね、痩せます。痩せ活スタート、食生活を見直し、スタバのクリアはもう飲まないと決めて、太りそうなものは避けて生活したいと思います。でもまだよ、そう、ケーキを食べた瞬間、アリサのお誕生日ケーキを食べ終えた瞬間からスタート、まだ食べてないからね、大丈夫、あれは食べていい、フルーツタルトケーキは食べないとダメ。ミスドのタピオカ、あんまよー、そっか、ミスドのタピオカは使わんとね、せっかくまいちゃんからもらったから、あの券を無駄にしたらいかんのよ。ミスドのタピオカは買います。買います、応援してるよ、ありがとう、みんなありがとうございます。自分のその目で確かめたいだけ、誰かの受けるじゃ意味なんかない、草は向こうに、無謀な夢は覚めることがない、まぶたの裏つ焼きついてる、叶うことのない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。今
今から押しても間に合いますか？全然間に合うよ嬉しい今から峰押しアリサ推しになってくれるのですか？ウッシーさんありがとうございます。じゃあまずは9月9日あと4日後に生誕祭が行われるのでそう私主役のね主役でね公演をやらさせていただくのでそれをぜひ見ていただけると嬉しいですよろしくね。パンジェラさん音符ダイナソー音符ありがとう。ボムのビキびっくりびっくりしすぎてもう声がおかしくなった。嬉しいボムでもうあれあ本当にみんな優しいなありがとうございます。ボムねボムねでもあれはほんまにもう あんなねシャツとズボンを履くなんてね聞いてなかったから本当にあれは焦ったよねもっとメディキュットさ履いてから寝たらよかったとか思ったよね思うよね。そんな変わるかって話やけどそんな変わんのかって感じ。もっと足のマッサージぐんガン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 してから寝たらよかったよねシースルー前髪ねえ前髪っす全然まだ考えてないよやばいやばいねす全然まだ考えてないもうね伸びてるんだよね。そうもう前髪伸びてたあれじゃんの太ももやばいよ。あいつの太もも大嫌い。太ももすぎるもん。細ももがいい。細ももぐらいがちょうどいい。そう細ももがいいやって太ももすぎるから嫌だボブはだいたいノースリーブそういや知らんやったお前もっと教えてよ早く。うん、太ももが細かってでもみんな細ももなんですよ。もうみんな細もも太くないからみんな細ももやからさそう細ももにならなきゃ。太ももで痩せるの難しいよね。わかる太もも痩せるの難しいよね。そう太ももだけ痩せようと思うからねダメなんやって気づいても全部痩せよう全部痩せてあ太ももも細くなったぐらいじゃないとさ太ももだけを痩せたいとかねそういう夢みたいな話じゃないんですよね。だから全部痩せなきゃ太ももも痩せらんのって気づいたんですよ最近福ちゃんもね美ボディすぎるよね福ちゃんはやばいスタイル良すぎほんまに。ふくちゃんの足首もうこんぐらいだったもん多分こうやってね何片手でつかめるよ足首そうこんぐらいしかなかったふくちゃん足首こんぐらい。ふくちゃんとマイキューはもうスタイルは神ですね。神がかってる意外と背が高くなっててびっくりして。アリサよく言われるんやけどさそんなことないんですよ本当に。そうよくさなんか背めっちゃ高くなっててびっくりしたみたいに言われるんやけどねそんなことないよほんまに。そうびっくりするぐらいねそんなことないから何の自慢やねんって感じでびっくりするぐらいねほんまに伸びてないんですよ身長は。そう153センチだもんだって。アリサ筋肉のつき方すげえ筋肉あるアリサって筋肉ある
る？筋肉ないよ、プニプニ、もうプニプニ。こうやって言っても筋肉ないもん、プンプンプニ。やばい、ない、ね。悲しい、悲しい。ピエン。小五の時のし。プニ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 。ここ全然もっこりせんもん、ここここブーンってなるやん、ブーンって。普通力入れたらこれね、力抜いてる時、はいはいはい、何も変わんねえ、何も変わんねえって感じ。え、でもね、あのね、タムキチちゃんめっちゃちっちゃかった。一緒に写真撮ったんやけどね、田村夏希ちゃんめっちゃちっちゃかった。そう、こんぐらいやったよ、こんぐらい、めっちゃちっちゃい。初め久しぶりにさ、自分よりちっちゃい人をさ見たからさ、めっちゃ、あの、結構ね、そう、のんちゃんとかはさ、何、まあのんちゃんよりも高かったけど、アリサの方が。でもその言うて変わらんかった、どんぐりの背比べ。こんぐらいやったんですけど、たむきちゃんこんぐらいやったもん、めっちゃちっちゃかった。そう、150あるらしいよ、150センチって言って、アリサ153センチだから3センチちっちゃかった、アリサより。そう、めっちゃちっちゃかった、びっくり。厚底履いてないよ、アリサ。その時無謀の夢を覚めることがない、無謀の夢覚めることがないの衣装を着てたから、もう靴ぺったんこ。そう、びっくりした、無謀の夢を覚めることがないの靴ってこれなんと思って。めっちゃびっくり。知ってる、みんな、無謀の夢の靴ね、靴というかもう靴下というか。もうね、こう歩いたら普通さ、靴で歩いたらさ、靴の感覚じゃないですか。でもね、もうなんか床を感じ取れるんよ。なんか床の凸凹があったら、もうね、足の裏でその凸凹を感じ取れるぐらいね、なんかもうバレーシューズみたいな、そう靴というか、もうほぼ靴下って感じ。全然持ってない、厚底でもなんでもない。足上から。みーちゃんと同じ、あ、そうみーちゃんとめっちゃ同じぐらいなんよ。あの時に思った、みーちゃんと、あの歌コンの君は僕が好きなだけだの時に、あの練習した時にみーちゃんと二人でいっぱい君はで、こうやってあの手をね、こうするところがあるんよ。アイスはこっちで、みーちゃんはこっちで、君は僕が好きなだけだのところで。そしたらね、あの普通さ、身長が違ったらさ、これでさ、なんかあのどっちかがさ、しゃがんだりしてからさ、合わせた方がいいやん、こう高さをね、こう手の高さを合わせた方がいいじゃないですか。だけどもう見事にあのホイってやったら一緒なんよ。そう、手の身長がね、みーちゃんとね、ほぼ一緒すぎてね、手をほいってやってもね、どっちかがこう伸びたりさ、しゃがんだりせんでもね、もうぴったり一緒やったんです。そう、あれがめっちゃ面白かった。何回やってもこうぴったり高さが合うからね、そう、楽ちんだった。君は僕が好きな時だ、その先のことなんか誰もわからない。バン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 。ユミリンとミーちゃん。それはやばい。バッチリカメラ目線かわいいから、嬉しい、ありがとうございます。そう、ここはミント、もうちょっとカメラミントだからね、リハーサルでね、あの反省したこと、あ、本番ではできてたんじゃないかなと思います。あ、もうちょっとここで
本当は立ち位置はもうちょっとこっちやけど、もうちょっとこっちに行った方が、ユミリンと誰やろ、ここら辺の人の間からカメラに抜かれるなと思ってそう、立ち位置を研究したりね、そう一人でしてたまあまあまあできてたんじゃないかな。ここのところとかもね、映ってたし、あとここやね、チュン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 ずーっとーの、こうやってくる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 回ってくるところがね、そう結構アリサは好きなんですよ自分的に。そうあそこはね結構ユミンとこの間からね見えるところやから、ここ結構好きなんです。こうやって前に出てくるところサイモンさんケーキありがとうございます。ケーキありがとう。スチューデンツ見たよ、スチューデンツありがとう。スチューデンツ、スチューデンツで使われたやな。可愛いダンス多いね。なんか可愛いというか、最初はなんかすごい個性的なダンスやなと思ってたんですよ普段のダンス動画送られてきた時とかはね、なんかすごい先生がキレキレやから、もうみたいなね、もうすんごいもうキレ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 すぎてさ、もうすんごいダンスやなと思ったけどさいざやってみるとめっちゃ可愛い振り付けですよね。本当にもう、ここはすごかったもん真似できんよ真似できんけども、そうめっちゃキレキレやったんですよ、そこほんまに。もうなんかすげえダンスやなそう面白かったほんまにくるくるしてくるしてこれそうこれはもうアホみたいにやるしかないよ。これはこれのコツはアホみたいにやること。おい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 なんかアホみたいな子みたいな感じで、もうくるくる回るしかない神戸のマサヒルさん可愛いネイビーブック、いいね、ありがとうございます、いいね。時間ちゃね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 ちゃめっちゃ難しい。2番めっちゃ難しいですよ。2番、これ全部難しいか。アルコール消毒手を洗ってるみたいな振りもあるよね。そう歩きながら手を洗ってる。まあそうです、これはアルコール消毒、まあ、手洗いでもねいいんですけどね。そうどっちなんやろね。これはこれは消毒してるんですよ。消毒プッシュプッシュパッペペンプン、これを手になじませとるみたいな感じ。まあでも手洗いでもいいよね。手洗いアルコール手洗いアルコール手洗い感じの振り付けですね。フェイスシールド、フェイスシールドあれはもう言われてみんとほんまにわからん。フェイスシールドはこうサビのところでサビでから、そう後ろからビョーンって手をビョーンってやるとこがあるけど、これはフェイスシールドをかけとるんよ後ろからフェイスシールドかけとるふりです。面白いやろ。9時、今日は10時までやります。9時からあれしよう、ベッドタイム7並べ初めてだ、ベッドタイムで配信しながらできるのフェイスシールドはあるよ。なんかメガネ、ここがメガネみたいになっとってつけたやつありますよ。
あのメンバー MV の時とかみんなつけとるやつなんですけどそうメンバーが個人個人で撮影したやつをこう組み合わせてメンバー MV みたいなやつがあるんやけど見ていただけましたでしょうかあれだからねつけて映ってない映しおる人がそうつけて撮ったりしたんや。できるだけくシャボン玉だえでもさめっちゃさめっちゃシャボン玉のとこぶずくなかったでグーみたいなもっと目開けようって感じだったんだけど自分的にはなんかめっちゃブサイクだったけどグーみたいなグーって感じだったなんかもっと目開けてからさやればよかったみたいななんかイラつく表情しとったなあれダメや可愛かった本当目開けたら不思議ほんまに確かに目つぶるか普通でもなんかみたいななんかもうおばあちゃんみたいな表情しとったんやってそれはダメやわ最高やけどマジあれめっちゃ恥ずかしいけどあそこでスクショするの禁止ねあそこスクショ禁止あれダメおばあちゃんみたいな顔しちゃってあれダメじゃーん皆さんこちらゲットしていただけましたでしょうかこれはですね初回限定版タイプ A 初回限定版のタイプ A でございますタイプ A に私がねここにいらっしゃいますみなしありさはタイプ A にいらっしゃいますじゃじゃんねさこれのことですか応募券ってこれ投票券これですかこのシール違うこれじゃないですかどれをさはがきに貼ってからさやればいいんやろこれじゃない DVD の下に剣が入って DVD の下に剣が入ってないまさかメンバー用はないんかな自分で投票すなみたいな感じなんかなない悲しい応募券がないでみゃんなるほどね買ってくれなるほどメンバー自分で投票すなみたいな感じなんかな ないわかなぴーなるほど買ってか分かりましたじゃあこれかと思ったこのシールかと思ったんやけど違うんやね歌詞のカードとかにおおじゃあまたこれ買ってからちゃんとね初回限定版のやつを買ってハガキに書いてなんだハガキ書き配信しますねじゃあそうハガキ書き配信しますので皆さんも一緒にその時やっていただけたら入ってないがなみんなななさんもほのたもみちも顔アップなのにありさめっちゃ引きやんめっちゃ引きやねこう見たらめっちゃ引きそうでなんか顔アップの方がなんかアンニョイ感じでいいよねなんか葵ちゃんはかっこいいなでも引きでも引
きでも葵ちゃんめっちゃかっこいいけど、アリサめっちゃ引き面白い。大きそうかいそういうな。ほぼ全身は写真入ってない。かなじ応募券が入ってないわこれ。じゃあ買ってきますな。これは初回限定版の CD を買って、応募券をハガキに貼って、みんなでハガキを書く配信をしようかなと思いますね。じゃあぜひ、もうハガキのやつやってくださいましたかね。モバイルの投票はアリさんもしてきました。そう、モバイル投票、この ST48 の、そう、5枚書いたよ。ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。いらっしゃいま。このね、モバイルのところの、じゃーん、このニュースみたいなやつを見ていただいて、あ、これお知らせポチ、じゃーん、キングレコードプレゼンツフィフスマキシ、フィフスマキシングル思い出せる恋をしよう発売記念、ファンが決めちゃう ST48 6枚目シングルのカップリングユニット開催決定っていうやつを開いていただき、モバイル投票済み、ありがとうございます。これ、このサイトをねタッチしていただいて、めちゃめちゃに下に降りていったら、あ、こちらですね、投票フォームっていうとこがあるので、こちらをポチッと押してください。そしたらパスワードとかメールアドレスを入力してログインして、よし。そしたら、あの、ここにね、メンバーの名前がいっぱい出てくるはずなのです。アリサはもう押したのでね、あの、このフォームはすでに送信済みですって書いてあるんですけど、そう、こちらで峰吉アリサを選んでいただいて、送信って押してもらったら、こちらで、モバイル会員の方のモバイル投票は完了です。皆さんぜひぜひよろしくお願いします。モバイル会員 ST48 モバイル会員の皆さんは、モバイル投票よろしくお願いいたします。そう、モバイルは秒でできるからね、ぜひ。 CD の方は、あの、ちょっと入ってなかった、これ絶対入っとると思ってたよアリサ、入ってなかったので、ちょっと入ってるやつをゲットしてハガキ書き配信をしたいなと思います。なんかいろいろハガキに書かんといけんだよね、あれ。簡単すぎ、すぐした、ありがとう。モバイルはね、もう秒でできるので、1分あればできるのでね、よろしくお願いいたします。かよ、あとね、なんかそう、なんかいろいろあったじゃないですか、あの企画みたいなね、ファンが決める6枚目のカップリングのやつとかもあったんですけど、あのほのたんと行くなんか観光みたいなやつそうに、あのアリサがね入ってたんですよそう、あれなんなんやろね、ちょっと江田島の、そう、江田島観光大使、あ、違う、広報、あ、江田町、え、ちょ、江田島広報大使のほのたんと行く江田島ツアーみたいなね、広島のに、広島メンバーでとしてアリサとミッチュがね、あの選ばれとってからね、そう、アリサもちょっとよくわからんけどね、ほのたんに江田島を観光してもらえるんかなと思って、めっちゃ楽しみです。あ、ファンの方はリモートで参加、あ、そうなんや、あ、アリサラはこうやって行くけど、ファンの方はリモートで、ってこう観光できるってこと？そういうことなの？あれもなんかすごいよね。
ぜひなんかあれにもね参加していただきたいなと思います。皆さんよかったらいやすごいびっくりしたよね。あ、広島メンバーあみんな行けるんやと思ったら、え、2人みたいな、2人ありがとう、見て2人いやびっくりした、あれはすごいびっくりしました。で嬉しい、江田島はねちょっとねあの記憶がねあの曖昧でね、あの江田島と二之島にのね記憶がね曖昧なんですよでも江田島も行ったことあると思う。あれさ小学校の野外活が二之島だった気がするよね。だからあれは江田島じゃなかったけど、でも江田島もね絶対行ったことあるんよ。中学校の時の野活は江田島やったんかな。ちょっとね江田島と二之島のね記憶がね曖昧やからね、こんなことしたって言ってね江田島でできんかったらやばいから、うん、ちょっと言わんとかそう、でも江田島も行ったことあるんですよ一回は。そうだからまた行けるのは楽しみです、嬉しい。であんま行かないもんね。そう広島でね島に行くってなったらやっぱ宮島が一番じゃないですか。そうみんな宮島行きがちだからね、江田島はなかなか行かないからね、すごい嬉しいです。行ってきますよし、そろそろ七並べを始めたいと思います。ベッドタイム始まりました。パンパッパッパン初回版の購入あれもそういうこと、あれもそういうことなんや。江田島の見どころはあの矢野ほのかパイセンに聞いてください江田島の見どころはちょっと学んできますのでね、アリサはほのたんに教えてもらって学んできますので、 それまではほのたんに教えてもらっていただいてよろしくお願いします。それではですね、5分にしよう、5分10秒、9時5分10秒に押します。インスタでメンバー会員のチェキが当たるイベント、そうなん、なんやそりゃ、なんやほら、5分10秒に押します。七並べベッドタイム、ベッドタイム七並べ配信、フォースの初回の件あるからそっち申し込む。おお、ありがとう。え、フォースの件でもあれできるん、すごっ。フォースもフィフスもなんかシックススも始まったから、まあ、よう分からんね。マリさんもついていけんよ、分からん。5秒前、4321スタート。4枚目のやつでもできるんやあれね。6枚目の投票のやつは5枚目の初回じゃないとできんけどみたいな、他の企画は4枚目の CD のやつでもできるってことですか。企画多くてそれの企画多くてね。にっくん、おお、にっくんありがとうございます。ファイリーウィンクさん大勢ありがとうございます。イエイ、へえ、無謀の剣、無謀の CD でもできるんや。無謀の夢の初回限定版を持ってる方はね、ぜひぜひ江田島のやつとか、クイズみたいなやつもあったよね。1期生ドラフト、3期生クイズなんちゃらみたいな、ちょっと忘れたけどクイズ番組みたいなやつもあったから、ぜひぜひ、いや楽しそうな企画に応募してみてはいかがでしょうか。希望するメンバーだけサインがついてくるみたい。すごい、6枚目はなんて言うん、セックス6枚目はなんて言うんですか。フィフス、フォース、ファースト、セ
セカンド、サード、フォース、フィフス、シックススじゃん、やっぱり。やっぱシックススじゃない？あ、シックスでいい。あ、そうな。シックスで終わり？シックスシングル？シックスシングルってなんかおもろいな。セブンスシングル。セブンスイング。セブンスイング。パン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 。六枚抜け確かに。それはそう。日本語でええわ。日本語でええよ。でも6枚目ももうね、あの6枚目のカップリングを投票で決めてるってことはもう6枚目の発売も近いってことなんかな。5枚目発売したばっかやけども。次々と時は流れて次々と時は流れ、すごいですね。2月までお話、確かにお話し会も渋滞しとるっけ。まあそっか。STU めっちゃシングル出るよな。確かに確かに。パチッ。セブンス。トリオのチキ会申し込んだよ。ありがとうモネちゃん、嬉しい。マリナとマイハとアリサとトリオチキ会よろしくお願いします。曲が増えて嬉しい、ありがとうございます。曲ね、カップリング曲はやっぱり欲しいですね。カップリング曲はあの特別でね、大切な。あれさね、ほんまにね、あのめっちゃ覚えてるんですよ、暗闇の時の暗闇ファーストシングル暗闇発売の時のあのカップリング曲を、で何のことかわからなくてからね、カップリング曲が。そう、それでね、なんかね、あの何もね、あの多分あの時のアイスは何もね考えてなくてね、何もね知らんかったからね、なんかあのひなありのんで曲あるらしいよってこうメンバーから教えてもらってね、んどういうことんみたいな。ひなありのん曲あるらしいって言われて、んってなって、なんかあの歌詞を渡されてから曲をね聴いてね、なんかその場で覚えてね、そう片思いの入り口ってこうね、その場で覚えてね、もうレコーディングに挑んだね記憶があります。 CD のCD に投入されるね、あの歌をねもう取りに行った記憶があってから、そう、もう何のことかさっぱり分からずに片思いの入り口歌った覚えあるもん。あのであのなんか後々ね分かってから、そうなんかあのイベントとかさ、暗闇のこの発売記念イベントみたいなやつとかで、あの片思いの入り口とかをね歌えたり、公演とかでね、7軒ツアーやったかな、なんか公演とかでもね片思いの入り口歌えたりして、そこでもあーこの曲自分の曲なんやもらえたんやーって思ってから、そうめっちゃ感動したのを覚えてます。歌った時はもう何のことかさっぱり分かってなかったけど、どういうことみたいな、なんで4人で歌うわけみたいな、これ何の曲と思ったけど、これ自分の曲かと思って、そうめっちゃ嬉しかったのを覚えております。だからねカップリング曲はもう大切特別な曲ですね。タイムラグ、嘘、タイムラグある。ポン、あこちら峰内アリサ、どうですかタイムラグ治りましたでしょうか。あ、大丈夫、あ、嘘、あ、普通ですか、よかったよかった。あ、曲の感想そっち、あは
じゃなくて、あ、そういうこと。そっちか。シュミヒャン、次は12分35秒に押したいと思います。12分35秒で押します。よろしくお願いします。無謀な夢は覚めることがない、まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことない願いだからこそ手を伸ばし続けられる。35秒、5秒前、4、3、2、1、スタート。押しました。よし、アリサ登場。マイハのマー君とヤスベイさんとパリピ三世、みずきちゃんありがとう、大戦ありがとうございます。よろしくお願いします。アリサ今回のカップリング曲はもらえなくてね、アリサのカップリング曲はないんですけど、何の曲が好きって言われたらキャンキャンのやつかな。アリサキャンキャンの曲がね、なんかすごい何リハーサルの時からね、こう見とってからね、あの歌詞をねすごい聞いたらね、なんか歌詞がすごくて、なんか突然誰とも話さなくなった、突然誰とも目を合わさなくなったみたいな、なんかすごい闇を抱えた少女みたいな曲ないのあれ。そう、もう自分はこの世に本当に存在していいのか、消えてしまいたいみたいな、キャン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 選抜の曲。そう、あれめっちゃな闇を抱えた少女みたいな曲だからすごい好きよ。いや怖くはない、全然怖くはないんですけど、そうなんかね、まださちゃんと歌詞をこう見てからどういう曲なんかを知らんからあれなんですけど、第一印象ね、その曲を聞いた、なんか聞こえてくる歌詞がすごかった。なんかそう、ある日誰とも話さなくなった。何やったっけな、ある日誰とも目を合わさなくなった、消えてしまいたいみたいな。そう、でもすごい好きです。好きです。確かに共感を得そうな曲やね、なんかね。みんなから共感を得そうな曲ですよね、本当に自分はここにいていいのかみたいな。面白い、好きだよ。しかもめっちゃ激しいんですよね、ダンスがめっちゃ激しくて、なんかすごい楽しい、アップテンポみたいな、なんかすごい早い曲でから、うん、そう、すごいいいよね、好きよアリサ。好きですよ。ちょ、どういう曲かも忘れたけど、歌詞がすごいなと思って、あの曲初めてコメントしてみました。ありがとう、ダックスフンドさん。嬉しい。アバターかわいい。ワンちゃん、ありがとうございます。対戦ありがとう、皆さん。ダーク系の歌詞は、闇系のね、曲ね、好きよね。なんか共感しちゃうよね。そう、なんか恋愛系のキュンキュン系の曲やったらさ共感はできんけどさ、アリサはそう。そう、経験したことがないから恋愛系の初恋とかのキュンキュン系の曲は共感できんけど、そういうね、なんか闇系の曲やったら共感できるから好きよ。好きです。次55秒で押します。16分55秒で押したいと思います。目と目を合わさなくなった、思い出せる声がなくてちゃう。かわいい、それはかわいいんだけど、思い出せる、確かにね、あれね、思い出せる声をしよう。
思い出せるとってもいいの。5秒前5、4、3、2、1スタート。押しました。恋愛したことがないんだよ。いやそこなんですよ。本当に経験したことがないからね。思い出せる恋をしようよ。思い出せるもないもん。思い出すものがないって感じだよね。想像はできるけどね、架空の人物を想像してからさね。何あ、好きだった子がいて、あの何年後かにその教室にまた行ってラブレターをもらったとことか思い出してみたいな ね、想像はできるよ、なんぼでも。でも実際体験したことがないから共感はできんよね。思い出したくもないか。いやそれは聞かんとこや。それはな、聞いちゃ悪いな。聞いちゃ悪いなと思ってしまうな、なんか。思い出したくもない声は封印しといてくださいって感じよね。恋愛トークでは好きだよ、ありさ。好きですよ。恋愛映画よく見に行く。うん、恋愛映画よく見に行くよ。だから想像はできるよ、なんかなんとなくね。そう、でも恋愛映画とかはさ、でも絶対にさ実際にはさ起きんようなことが起きるじゃん。そうだからさ、そうね、キュンキュンはするよ、そりゃそれキュンキュンはするし、あのおおってなるけどさ。何ね、絶対さ、え、絶対これさ現実味をさ感じてさ、絶対現実に置き換えたらさ、絶対こんなことならんやろって思うやん。壁ドンとかせんの、俺壁ドンとかせんよ、ほんまに。鼻かじめや。いやそりゃするかもしれんやん、映画見て、あ、いいなと思って真似する人おるかもしれんけどさ、そりゃ。そうあれはね、だから恋愛映画を見てからあの想像することはできるよ、その恋をね。そう想像することはできる。でも実際にね、あの自分がほんまに体験したことはないから、その気持ちをその時のような、その時の気持ちを表現することはできん。感じたことがないからね、悲しい。OMG 知ってますね。知ったことあるよ、アリサ。知ってるよ。あ、やばい、間違えた。あー、もうジョーカー受け取ってしまった。もうあーバイバイって感じ。もう終わっちゃった、悲しい。4位、ジョーカー受け取った。ユウさん、あずみん、ありがとうございます。クラッカーありがとうございます。嬉しい。今日経験に今日嬉しい。一瞬のスリル、あ、一瞬のスリルはね想像しやすいよね。店から出てきた人とぶつかって、ああそう、そうなるわけない、ドラマチックなこと、驚くような奇跡、驚くような奇跡がなくちゃダメね。確かに店から出てきた人とさぶつかってさ、はっ、ってこう恋に落ちるようなドラマチックな、そんなことねえよって感じだよね、確かに。そんなことあらけねえだろみたいな感じですよね。ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく感じたいの、本能的に。うん、そう、それでキュンってな、そう、ぶつかって、たまたまキュンって感じで、あの落としたんや多分、何こうなんか持っとったんやろうね。それでああってぶつかって、ビヨーンって持っとったやつが落ちたんですよ。それを拾ってくれたんですよ、一緒にね。
一緒に拾ってくれて恋に落ちるみたいなドラマティックなことよ、ほんまに。そんなあるわけねえだろみたいな歌詞そう、でもそういう驚くようなことがないとダメだよねみたいな曲何言ってんねん何言ってんねんって感じや。はい、次は45秒に押したいと思います。22分45秒で押したいと思います。チーム正論、そう正論しか言わんチーム正論泣くちゃダメねんハートしたいキュン。でもあれダンスが好き、めっちゃ振り付け好きです。そう、振り付け、マイカ先生なんですけど、そう、メイカ先生のダンスめっちゃ好きよ。アリサ5秒前4321スタート。あれもなんですよね、恋は仮病中5本のマイカ先生らしい、チャートリーの。そう、マイカさんもうめっちゃ覚えとるもん。振り入れの瞬間が幸せすぎたよね。美人すぎて可愛すぎて、そうオーラありすぎていい匂いするしそう振り入れのもう一瞬のスリルの振り入れの時間めっちゃ幸せすぎたよね。めっちゃ覚えてるもんモネちゃん、パンジェルさん、ピザさん、対戦ありがとうございます。イエーうん、おばめに書いたっけ。そう、でもめっちゃもう幸せすぎたわ、一瞬のスリルの振り入れの瞬間は。うん、そう、何がいい、アリサ覚えとるかっていうとね、ハートしたいキューンとしたいほうのキューンキューンってこうキューンってするところで、もっとこうみたいなのをマイカ先生に教えてもらった時が一番キュンとした、マジでマジで。そう、教えてもらった、あの時めっちゃキュンとしたな。あとはね、覚えてくれてたことかな、アリサのことを。なんかめっちゃ大きくなったって言われたんですよ、なんかいつから大きくなったんかちょっとよく分からんけど、めっちゃ大きくなったねってこう覚えてくださってたことにキュンとしたよね、あの時は。本当に、うん、キュンとしたよ。有望さん、かわいい、ありがとうございます。ハートしたい、キュンとしたい、ドキッとしてしまいたい、理屈ではなく言葉でもなく感じたいな、本能的に巡り合って燃え上がって灰になってしまいたい、運命の糸引き寄せられた一瞬のスリル、てん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 。鬼は根にはキュッとするわけないするわけない。どっちかというと嫉妬ばっかりしてるって感じ、嫉妬ばっかりしてる。本人に伝え、どうやって伝えるんや、そんなにピュン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 。ダンキー嫉妬ばっかりしてます最近は。第一印象良くないパターンのキュンキュン面白い。
ツンデレやね、そうね、そうなんです、ツンデレ、いや、ツンツンよ、え？ツンツンよ、デレはない、デレはないけど、ツン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 ばっかりな感じ。ツンデレちゃう、アリサは？どういうこと？アリサがツンデレな？違うよ、出れない、出れないけん、そう、出れ要素はない。ツンツンはし、シンプルに鬼、おもろい、おもろい、歌子一番可愛いって言ってくれた、うん、そうそうそう、いやそれで出れ、そうやって出れね、ツンデレってようわからんよな。ようわからんよな、それで出れって言う。次は55秒に押します。あ、間に合う、間に合いますか。15秒にしよう、28分15秒にします。アリサはツンツンできない、アリサが、うん、確かに、え、な、自分の性格よう分からん、な、何か分からん。陽キャでもないし、でも陰キャもよう分からんし。5秒目、4321スタート、ポン、はい、押しました。でもあれなんですよ、その褒める時もいつも LINE なんですよ、直接は言わない、直接言われたことないもん、そう、直接喋らんもん、あんまり、てかそうね、そこにね、最近は嫉妬してるというか、そういう感じです、そう。喋るたとしても、何、2日と誕生日の日と3日の日と、おったんですけど、その2日間で喋ったことは、顔が白いよって言われたのと、そんだけ、以上、チーン。そう、顔が白いよって言われたから、何、アリサが怒った。アリサが怒った。以上。そう、そしたら、何、喋りかけとるけど、喋りかけとるけど、何、アリサが反抗するからさ、喋ってほしくない方は、まず聞き、チーンって言ってくるんですよ。チーン、チーン、チーン。2日間で喋ったのは、顔が白い。よって言われた。それだけ、以上、終わり。悲しい、悲しすぎん？悲しすぎるよね。そう、それだけど、ね、普通にアリサじゃないメンバーとかだったら、普通に喋ってるから、アリサはもう怒った。ピーン、ああ、もうアリサのことなんか好きじゃないんだな、ああ、アリサなんかは嫌われてるんだな、ああ、もう終わったな、ピーンって感じで。嫉妬してます。3位、あれ、1位になれない、上は最下位、常連のいつき君に負けた、また、悲しい。クヤピー、クヤピー、嫉妬してる時点で、じゃあアリサよ、嫉妬してるのはね、アリサです。そう、でも鬼まずは何とも思ってないから、そんなこと、え、嫉妬しててとか言うと思うから、そう、え、なんでそんなことで嫉妬してたとか言うと思うから、もうアリサはもう、あ、もう嫌われてるんだな、あ、もうアリサと話したくないんだな、あ、もう話したくないというか、話すことはないんだな、あ、終わったなって感じでね。で、思ってます。ピエン、次は32分の
35秒で押したいと思います。35秒、32分の35秒うん、もてあそんでる気確かにそうかもしれない。そうだな、そういうことか。そういう時はどうしたらいいですか。お悩み相談室ね、これは。35秒でいきます35秒でいきます。5秒目、4321スタート。はい、どうです。あー、いじめるのが好き。でも絶対そういう鈍感なんだと思う。絶対アイスは鈍感やと思う。そう、絶対気づいてない、そんなこと。そう、いじめとるとも思ってないと思う。ド S やったらいじめるのが好きってことでしょ。ド S はそれだったら、もういじめてやるみたいな気持ちでやっとるやん。でも絶対そんなこと思ってない。なんとも思ってなくて、そうな、あ、そうなんとも思ってなくて、そう、ね、喋ってもらえない、いじめられてるから、もうね、鈍感なんですよね、絶対に。嫉妬させよう。逆にどうやったらいい。いいねどうやったら嫉妬するやろう。仕返し。ドエス、アリサもドエス。ドエムでもないよ。ドエスでもないよ。眼中に泣いて、悲しい。そうやな、絶対アリサなんか見えてない。そう、アリサなんか絶対に見えてないんだ。だからアリサじゃない人と楽しく喋るんだな。そういうことだ。こんばんは、初見山ちゃん、ありがとうございます。 ST48 広島県出身の高校1年生アリちゃんこと峰吉アリサです。よかったら右上のハートをポチッと押してルームフォローよろしくお願いします。いて、アリサか。アリサです。アリサだよ。自分はド M です。ド M、 いじめられる、みーよ、任せろ。任せろ。お前なんか好きじゃねえよって言われてもいいよってことですよ。ド M、 いいねド M、 ド M 面白い。4位になっちゃった、悲しい。嘘負けちゃった。どうやったら嫉妬できるんやろな。他のマネージャーさん愛想を振り上げた。ああ、なるほど。なるほど。でもね、確かに愛想はお庭でとは喋ってもらえんから喋ってないけど、全然。でも他のマネージャーさんと喋ってるとこは見せつけおるよ。見せつけとる。そう、でもそれでも多分鈍感やから気づいてない。嫉妬せんよそんなことで。気づかない、そんなことに。もうそんなことやも。ピン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 、見せつけてる。そう、鬼までと喋ってもらえないから他のマネージャーさん楽しく喋ってるとこ見せつけてるけどね。でも気づかん、そんなことで嫉妬せん。誰だ。次は45秒で押します。36分45秒。どんかアリサ、どんか。嘘、アリサどんかんのか、違うよ。5秒前、4、
芸能人を調べる、共演して自慢する難易度高っ難易度高っびっくりするほど難易度高いやんけ、そんなお好きだそう、みずきちゃん、いつきくん、ライオン、対戦ありがとうございます。イエーイ。話さないって言われたら話しかける、あ、ありさから、あー、そっち来た、なるほど、ありさから話しかける、緊張するね、そんなこと。ありさうん、すごい大物芸能人と言われたら、どうさんまさんとかささんまさん、さんまのまんまに出ろとか言われたらどうしたらいい、やばいやん、どうしたらいいや、うん、すごい大物芸能人言われたらうん、心の中に嫉妬してしてないよ、気づいてない、そんなことには気づいてないよ絶対に。アリサと全然喋ってないことには気づいてない喋らないことにも気づいてないし、いえん、トゥ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 、ベートーベンさん、あー、ベートーベンさんならそうお願いしますって感じまたお願いしますって感じやけど、ではね、アリサがね、嫉妬するポイントその2はね、これです、ビヨン、これです。アリサじゃない人にアリサのことを言うんですよ。 それがもう怒ってる、嫉妬というか怒ってるそう、それやったらアリサに言えばいいや、思いますか。あ、もう1位だ、やった。そう、アリサじゃない人にアリサのことを言うよ。例えばそう、アリサじゃなくてコウゴちゃんに、なんか見て、今日のアリちゃん、今日もアリちゃん、あ、ちょっと入ってからさ、なんか言ったらしい。これはコウゴちゃんが報告してから、すぐに報告ね、まあ別にアリサじゃない人に言っても、ちゃんとアリサに報告回ってくるから知っとるんですけどなんかボスみたいなね、アリサが。そう、なんか報告ちゃんと回ってくるから知ってるんやけどね。そう、またアリちゃん、あ、ちょっと入ってみたいな言ってきたでって言ってから、そんなことさ、アリサに直接言えばいいやん、思いまへんそんなことさ、コウコちゃんにちいち言わんでもさ、アリサに直接言えばいいじゃないですか。そう、アリスは厚底が履いててもリハーサルちゃんとできるから、踊れる、厚底の方が踊れるからまあいいんですよ、そんなこと心配してもらわなくてもいいんですよ思いません、そんなことせん、顔白い、それな、顔白い、そのなんか写真まで見せてきてから、見て、なんかお面みたいに顔白いけどみたいなね、言ってきたんやけどね。そう、そしたらね、アリサは、ね、怒って、それでからね、メイクポーチにね、そう、メイクポーチで何使ってるかをね、探られてからね、その時は怒っているそうで、あとどこでもちゃんと踊れるんです、これいいじゃないですか、そんなこと心配してもらわなくてもいい、アリサに言えばいいや、またあとどこ入ってからちゃんと踊れるのってから、アリサに言うに来てくれればいいじゃん。そう、なのに肉口にね、いちいち言うんですよ次は55秒に押します。55秒、41分55秒に押します。カノンちゃん TD… そうだよ、カノンちゃん今日 TDCC だよ。5、4、
3、2、1スタート。 LINE ライブで見れるんだよ。そうだよ、そうだそうだそうだよ、忘れてた。ひげのマサさん、ゆういちろうさん、ひーちゃん、大勢ありがとうございます。あとはあとはね、あのソラハに写真、ブスの写真見せたらしい。アリサのちっちゃい頃か何の頃か分からんけど、なんか あのアリチェさんのなんか写真を見せてきましたよみたいな教えてくれたソラハが。どういうこと、何の写真って言ったら、なんかクマみたいな写真とか、なんかちっちゃい頃のあのちっちゃい頃の写真とか、なんかいろいろよくわかんないですけど見せてきましたよって感じ。なんでソラハに見せる必要があるん、アリサに見せりゃいくない。なんでさ、違う人にさ、そんなさ、アリサのブスの写真見せるわけさ。みんなすぐ、みんなはみんな仲間やから。いやでもコウコちゃんグルの時もあるけど、みんな仲間やからちゃんと報告してくれるんですよ。そうねえ、ちゃねえねえ思いません。だってなんでそんなブスの写真をソラハに見せるん、ブスの写真隠してきたん。まあバレとるけど。まあバレとることもあるけど。マリノリ。プンスカ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 思いません。だからあいさ、あの嫉妬、それは嫉妬じゃないね、別に全然嫉妬じゃない、怒って普通にあいさに言えばいいことを全然違う人に言うんです。あとあマネージャーさんとかにも言う、他のマネージャーさんとかになんか言う、なんかすぐね、なんかし、なんでね、なんでか分からんけど、他のマネージャーさんからね、なんかメールでしか送ってないこととかをね言われたりするんですよ。例えばそう、メールであの送ったこと、だからメールはあのー、鬼なんかマネスタッフさんが見るとしたら鬼マネしか見てないと思うよ、担当のね。だから他のマネージャーさんは知らないはずなのに、そうメールでしか送ってこないことをなんか恋したいやろって言われたり、なんで知ってるって言われたら、あの普通に教えてもらったら、メールで書いてたら教えてもらったらみたいな。なんですごい言うの、ピュン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 、そんなこと言わなくていいでしょ思いまへん。次、どう55秒でいきます。45分55秒いきます。好きじゃない、そんなこと好きじゃない、アリサに直接言えんから他の人に言ってる。アリサのことが嫌いで直接アリサに言えないから、そう、アリサのことだってアリサに言いたくないから他の一人にね、ばらまいてやろうって感じ、シッシッシッってからね言ってる、絶対。だからピエン怒ってる。5秒前、4、3、2、1スタート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 、激起こしてくわいなり。ドリームプンプンドリームなんだ、やー。ヒデさん、むつみさん、瀬戸川さん、対戦ありがとうございます。イエーイ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 。最下位常連さん。笑った。嘘、好きじゃないよ絶対に。その光景を見たらわかる、絶対。あ、好きじゃない、アリサのことだったら好きじゃないからこうするんだ、ピエンって感じ、絶対わかる。
フォローしたよ、ありがとうございます、嬉しい。ミスター P、 ミスター P ありがとうミスター P フォローありがとうございます、嬉しいです。これからどうぞよろしくお願いします。これでアリサはね、あの仕返しを行いたいと思う、仕返しを行いたいだと思いますが、どうしたら良いのでしょうか。こういう場合はこういう場合はどうして、素直に素直になる、なるやり方を教えてください、皆さん素直になる倍返し、そう倍返し、お庭では信じれない、うん信じれない、信じれない、絶対に歌子一番可愛くって言うとか言っても絶対あの他の人にも言っとると思う、そう絶対で歌子はまあ、あのお庭で担当はアリサとコウコちゃんだけだったから、絶対コウコちゃんにも歌子可愛かった、一番可愛かったって言う、じゃあそれはどうでもいいか、それはどうでもいいんですけどそんなんどうでもいいんですけどね、そう言われてもね信じれんよね、まあ、あ絶対思ってない、そういう時はこうする、あ絶対思ってない、あこんなこと絶対思ってないって思って、はいありがとうございましたでもそこは素直に絶対思ってないでしょとか言ったら、あーめんどくさいって思えて、あーまた嫌いになる、嫌いに、またさらに嫌いになられるから、あー絶対こんなこと思ってないのになって思いながら、はいありがとうございますって返す嬉しいです、ありがとうございますってから返すそうあれ帰れなウケる、面白い、アバター着替えてきた、ありがとう、嬉しい、アリサの配布中アバターありがとうございます、ミスター P 嬉しい、プラス思考、あーマイナス思考だからダメなのか、なるほどね、中道の仕様ポジティブなのに、アリサって、アリサってポジティブ人間なのに、お庭根さんのせいでネガティブになったんだな、そういうことか、なるほどなるほどなるほど、うんうん、そういうことか、一番可愛かったから素直に伝えたい、いや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 、素直に素直になるにはどうしたらいいんだ、次ラスト、ラスト対戦は55秒で押しますね、50分55秒で押します、55秒で押したいと思います、素直になるにはどうやって、謙虚になるにはどうしたらいい、あとそう話しかけられ、あそうだ、アリサが悪いんですよ、でも全てはね、10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、スタート、ポチッ、アリサがあの話しかけられてもあの反抗するからかなそう、はいそんなこと知ってます、はいありがとうございます反抗するからいけんのかもしれない、それだから、あ話しかけてほしくないかなって思ってから、話しかけなくなられてから、あ嫌いになられたな、あこれはアリサはもう嫌われたな、あ終わったなって感じになったから、アリサが悪いんだ謙虚にやればいいんだな、そう早く準備しなさいって言われた、はい分かりましたってこれ絶対そうしたらいいんか、分かった、そういうことか。
10時まで配信でそれな。でも2回目よこれ、10時まで配信2回目。やかましいわ言って、だけどそういう言ってそうやって言ってたんですよ。だからもう本当に誰だなと、早く準備してって言われたら、はい、わかりました、ありがとうございますって言えばいいや。うん、分かった、そうしたらいいんだね。そしたら嫌われなくなる。うん、ポチ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 、誠実と真実、そう、謙虚、誠実、真実、そう、カメラでは、カメラで映されてないところでも人に見せれるような人であれみたいなね。そう、ダメだな。そう、お庭でとの会話を切り取られて流されたら、アリサはアリサはすごいすごい反抗的だね、だなと思われちゃう。そう、うん、早くソロの初めての星もう一回リハーサルできるからみたいな言われたら、それ何回も聞きましたっていう、それ何百回も聞きましたって言っちゃうからダメだってね。そう、はい、わかりました、もう少しお待ちくださいみたいな感じで言えばよかった。ミスター P かわいい、ありがとうございます。ミスター P2 位、2位だったラスト対戦、ありがとうございます。みやこ先生、だるま、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。ベッドタイムの対戦ありがとうございました。初めてベッドタイムで配信、え、七並べ配信ができた、わーい。わーい。みやこ先生、だるまありがとう。繰り返し、いいねそれ、繰り返し確認ありがとうございます、了解いたしました。なるほど、分かった、そういうのはいいのか。ファンデルさん、ハートありがとうございます。でもね、福ちゃんのね、福ちゃんの前ではね、そんなにね、そんな反抗的なアイデアスアイサを見せられないなって思ってね。なんか全部受け入れてたんですよ。なんか言われたけど、何言われたか忘れたけど、なんか言われたけどね、そう、全部ね受け入れてたらね、そしたらねバレた、あ、福ちゃんがおるから、なんか素直になってくるみたいな、なんかバレた。そう、でもそしたらね、福ちゃんはね、悪いアリサも愛すよ、すべて愛すよ。聞かれたから、もうね、そう、福ちゃんの前では 200% 素のありさ、200% 素のありさを見せれることになりました。にゃーん。それではキャッチフレーズをいきたいと思います。ありちゃん推しになるのはありーありーありさごー出航ー。はい、ありがとうございます。高校1年生のありちゃんこと見出しありさでーす。イエーイ、ありがとうございます。うん、いいよ、執行ありがとうございます。それでは、ギフトを読みたいと思います。どどんどどん。パンジェラさん、みやこ先生、ミスター P さん、ゆうぼうさん、ゆうさん、としおさん、まさひろさん、ネイビームくん、サイモンさん、大優さん、ジョーカーさん七並べっぽい、ダイナソー、パンジェラさん、リンタロウさん、クリちゃん、平継さん、ヤスベさん、ユイチロウさん、ささらいの旅人マーク、リンタロウさん、エリックさん、トゥルルトゥルルトゥル、え、トゥルルトゥルルルルルルルさん、ユイチロウさん、ダイナソー、ルーム長さん、ユイチロウさん、ひとりごとさん、ヤスベさん、母さん、ギフトありがとうございます。それではランキングいきます。13位ネイビームくん、12位イチュッキ12位イチュッキー、11位ショーコーじいさん、10位母さん、9位ゆうぼうさん、8位かんちゃん、7位ティガー、6位マキさん、
5位ひげのまささん、4位パンジャロモンスターさん、3位ひとりごとさん、2位サイモンさん、1位は安部さんです。ありがとうございます。イエーイ、キラキラが出てきた。クラッカーの片付けたのに。よし、ありがとうございます。おクロスバスだからおくぼせでお誕生日おめでとう、ありがとうございます。16歳のみなしあいさむ、よろしくお願いします。22時まで配信ありがとうございます。こちらこそ本当見てくださってありがとうございます。明日はですね、あ、え、まだあった、キラキラが、え、まだあるんだけど、キラキラ、嘘、あー、どっから出てきたんだ片付けたのにクラッカーのキラキラが、よ、絶対どっからまた出てくるな。改めて誕生日おめでとう、ありがとうございます。明日はサステナブルのオンラインお話し会の振り替えのねやつがありまして、峰吉愛沙は15時、3時からあるので、ぜひ見てください。あ、見てくださいじゃない見れんわあの参加で、あのサステナブルのね2月1日にあのお話しする予定でね、あのできなくて明日参加できる方はよろしくお願いします。明日、オンラインお話し会よろしくお願いします。初めてだからね、どんな感じかわからんけど楽しみましょうイエーイ、よろしくお願いいたします。お話、あ、チュリさんまたね、そういいねしたもん、嬉しくて、そう嬉しくていいねしました。だからね、絶対にアリサもまたチュリさんと決勝のステージで会いたいから頑張ります。そのために目標ができたよねそう、チュリさん歌いたいから出ますみたいな、かっこいい、かっこよかった。そう、だからまたアリサは決勝でね、決勝のステージで、予選の次のステージでチュリさんとまたお会いできるように一生懸命全力を尽くしたいと思います。チュリさんに会いたい、ファイナリストライブでまた一緒に歌いたい、ただそれだけそれではまた明日お会いしましょう。明日朝別にゆっくりでもいいから10時で行きます。明日朝、今日も10時だった、明日の朝配信も10時で行きます。それではおやすみ。